見れば見るほどです。はい、というわけでございました。サインは V、 はい、ハッシュタグリゾラさんからいただいておりますけれども、いよいよ格闘勝利に向けて動き出しました。そこで BGM は参院選勝利 V しよう、参院選 V、 サインは V。 そこですか。まあ、各党みんなね、はい、V サイン出したいでしょうから、そういうことでしょうね、はい、たくさんのお便りをいただきました。三重のパッド馬券師さんからもいただいております。そしてこちらのちょっと今、はい、重なって木村平さんからもいただいておりました、そして、この方一時の恥、騎乗位の計算さんからもいただいております。それからこちら刈谷のトラックおじさんからも、田中信さんからもいただいております。僕の細道さん、キャッチャックロールたかしさん、そして、この方はおまん、あずきさん、おまんあずきさん、最長のミュージックパラダイスさん、サイパラさんからもいただいております。ピンピンダラリンさん、そして一輝さんからもいただいておりました。こちらの方 A69 助さん、第23回参院選が7月4日に公示されました。21日の投開票に向け初めて解禁されましたと、されたのがネット選挙運動、はい、この火蓋も切られたわけでございます。そして、日付が変わると同時に各党の党首が第一声を上げましたねということでした。田中信さんからもいただいておりますけども、いよいよ本格的な選挙モードの始まりです。安倍首相、山口代表以外はなんかみんなちょっとくたびれてるような印象を与えますな、と。そうですか、この人の印象は、うん、そういうことらしいですけどもね。はい、さん、うん、ほら公示されたから表現もいろいろと気をつけないといけないんですよ。ああ、そうか。ます、この聞けば聞くほどでは、はい、選挙に対するお便りは、はい、いつも通り募集しておりますが、はいはい、貯めときます。貯めとく、貯めときます。この時にこんなやつがあった、はいはい、選挙、ね、公示中、公示してからはこんなの読めませんけども、はい、後になったら言論の自由ですからね、はい、何でも言えますからね。で、まあ、の皆さんの、ね、印象に、はい、変な偏りを与えないように、今は公職選挙法というのがありますからね、はいはい、まあ、疲れてるいうのはまあ一つのどうでしょうかね。あの、それを聞いて、はい、あかんな、ほんならちょっと野党も頑張らないかんなということで、はい、ひょっとしたら野党頑張るきっかけになる、それもまた加担するということで。ほら、ややこやしいんだわ、この期間言うのはなかなか難しいんやけれども ね、そういうことですよね、はい、でも皆さんやっぱりね、うん、いろんなところで情報をちょっと収集して、はいはい、自分が一体どこに入れたいのかってことを考えて、うん、そういうことですね、入れないと。だから、本当に最近は特にあれですよ、もうどこに入れても同じなんて言ってられませんからね、はい、同じじゃないもんだって。じゃない。だからここ数回の選挙で、えらい目にあってるでしょ。本当ですね。はい。どこ入れても同じじゃないですよ。えらい目にあってるいうことも、小高さん。はい、いろんな要因でもって。あ、そういうことですか。はい、うん、じゃあ、えらい目に合わない、やってるのはそこの党で、合わないのはこちらか、いろいろあるんで。うん、これも、これもだってでもほら、何を争点にするかによって、あの、いいこと悪いこと、みんないろんな要因があるわけでしょ、うん、この件に関してはこの党がとか、あの件に関してはこの党があって、うん、それ総合して考えないといけないですね。これはどうですか、次のお便り。何、この辺の主観を述べるということからするとね、ね、放送の中でいいか悪いか問わんといてくださいよ。これそれもっと、もっと打ち合わせとか。現在進行形ですからね、はい、ね、はい、A69 助さんのお便り、ドキドキするな。党首が、9つの党首がボードに書いた政策目標を掲げておりました、うん、それを見た次男が、うん、ね、もういろんなこと言ってるわけや、気をつけながら喋ってよ、うん、それを見た次男が、ね、例えばこれ皆さんどう、ここの党がいいなとか言ったらあかんねんで、この党のこれ何を言ってんねやとか、そうそうそう、名指しで書いてあるかと思って、私はこのお便りをも途中まで躊躇しながら読みました、まあ、このデリケートな時期、はい、うん、それを見た次男が、なんやこれ、クイズ番組の回答者みたいなと言ってました。これどう、この辺はどうですか。このあたり。OK。OK。あ、よかった。よかった。たたみさんからもいただいておりますけれども、いよいよ参議院の選挙のことでありますが、これが終われば衆議院を解散することは、
考えられませんし、次の参院選まで3年間の国政選挙はないと思われます。なので我々は棄権をしないでじっくり考え投票する必要があります。本当にいいのかアベノミクスですね。強い経済、それはそれで結構なことです。しかし強い経済というのはどういうことなんでしょうか。このところの円安で、この7月から多くのものの値上げ、ガソリンも高止まりしたままです。一方大企業は利益を上げております。大企業がもう受けるのが強い経済というならどうなのかなと思ったりもしておりますと、まあ、この人はね、経済こそ本当に光と影ですから、はい、こっちで恩恵こむる人あればこっちで恩恵こむらない人がいる、はい、そうですね。お、円安になって喜ぶ人、円高になって喜ぶ人、はい、これ様々ですよ ね。この経済に関してはもうすでにあれじゃないですか、公示されてから各党いろんな人たちがいろんな舌戦繰り広げられてますから、それぞれね、おっしゃってることが、ああ、わかるわかるわからんわからんいうことはね、一応チェックしていかないといけませんね。勝秀幸さんですが、いよいよ選挙モード、これが届くとよし、今回も投票に行こうということで、この人、投票所入場券がね、もう届いたらしいです。お、そうですか。はい。これも届くと今回も投票に行こうという気になります。しばらくは政治ネタは放送できませんね。あ、よう知ってます、しますけどね、しますけど、はい、ちょっとこうあんまりこう込み入った話ができなくなるな、そういうこと期間中はね、はいはい、じゃあその後あとたっぷりやりますから、やります、はい、だからできませんので、マックの1000円バーガーネタとマックの金券、株主優待券の有効活用という、そういう話を期待してます、はい、ね、はい、各党の党首さんたちは買うんやろか、1000円マック。あ、分からん、はい、どうやろうそれは、ね、うん、なんで1000円マックを買ってそんな話題やったらええんかなと思って、あ、はいはい、ね、買いに行きましたいう話だった、はい、この人は買いませんでしたとか、はいはい、それはどうだって分かりませんけど、選挙に何の関係があるのか分かりませんね。マックの労働組合かなんか投票行動行ったりするときはそれは大事でしょうけど、どんな投票行動か分かりません。かわいいなやつは一票入れるなとかいうそんなことはないですよ。ないですか、はい、ガッツ一物さんからいただいておりますね。もういろいろといただいておりまして、うん、ちょっと待って、この方ちょっとね、こっち置いておきましょう。ほら、何が書いてある何が書いてある、これも事実やから。なるほど。まあ、あとで、はい、クリオネブルドックさんからもいただいておりますが、まあなんかどうでもいいなという感じがします。この人は選挙に対して、議員になろうと思う人たちは何がやりたいんでしょう。国民目線に立つと書かれている方がいらっしゃいますが、我々の血と汗と涙の一票を投じたんですから、当たり前のことです。わざわざ書いて訴えないとあかん政治って何なんでしょう。バカバカしくて笑えてきます。以前自動車工場に勤めていた時、何々入れろよと運動していたんで何も考えず入れてましたが、ああいうのはどうなんでしょうか。なんか行くだけ無駄な選挙のような気がしてきましたということですけれども、ですからこの方の書いてあること、はい、自動車工場に勤めて誰に入れろよいうことはですね、うんうん、その候補者はひょっとしたら国民目線ではなくて、この業界の、はい、ね、その産業の一つの代表として、はい、ここに働く人たちの生活向上、社会的地位の向上を目指すために私は立候補しますというのは、はい、これは国民目線ではなくて、その、ある一定の人たちの社会的地位の向上ということを目指しているということですから、はい、まあ、それに賛同するんであれば、投票すればいいですけれども、ね、この方に何か違和感感じたんだったら、じゃあ自分はどこに、誰に入れたら一番ぴったり心に来るのかなっていうことですね。小高さんがさっき言いましたけれどもね、もう誰に入れても一緒ではないですよね。もう俺がいかんでもどっちでもいいわ、ではない。小選挙区いうのは、皆さん方もこの間経験した通り、はい、自民党がざっと続いていたのが民主党にガッと変わったと、はい、ああいう激変するのはね、今のやっぱ選挙制度ですよ、うんうん、ということでガラッと変える可能性もあるんです、はい、これ国民の投票次第によってはよく変えるのか、うん、悪く変えるのか、うん、それが国民の投票次第ということですね、はい、変えないのか、うん、ね、ということはね、もう一票入れても入れんでも一緒かなではない、うん、という今の
良くも悪くも今の選挙戦です、はい、ね。ましてやね、はい、こんだけ投票率が低いと、うん、一票一票の責任って重いですよね、うんうん、まあ、それがこう積み重なって投票率も上がっていけばいい話なんですけれども、ね、そういうことですね、坪井食堂小高支店さん、いよいよ参議院選挙の公示日です。参議院選挙は安倍内閣の今後の動きを見るために来年だったら良いなと思ってましたが、今の材料で判断しなければなりませんよね。投票する候補者は決まっているんですが、比例代表はまだ迷っておりますと、まあ、この人は安倍さんの今の動きをちょっと参考にしたかった、まあ、要するにこういうことでしょ。アベノミクスが今こうずっとねやってますが、入ったという、はい、値上げをするという一つのインフレをこう目指していきます、はい、それが強いて言えば国民の経済の活性化につながっていきます、はい、値上げは言ってるけど実質どうやろう伴うのかと、うん、まあ、数字的に今度のボーナスが上がるとか上がらないとか、豊かになったかならないのかって統計がぼちぼち出てますけども、はい、それが浸透するにおいてはもう少し時間がかかって、うん、この安倍さんがやってることが正しいのか正しくないのかという判断をもうちょっと後にしたかったなとこの人は言っておる。そうか、今決めろということだね。そうするとちょっと迷ったなというような、はい、まあそんな気持ちの揺れ動き、はい、皆さん方は今どんなお気持ちでしょうか。